大自然の中に眠る神殿説を発掘し続けて12年、取材した国50カ国以上、撮影した動物500種以上、 NHK ダーウィンが来た初の映画化。舞台は野生の王国アフリカ。大迫力の瞬間、可愛い珍獣、そして動かない鳥。百獣の王へ若きオスの挑戦。たった一頭で子供を育てる母ライオンの奮闘。片腕を失ったゴリラの子供。家族の思いやりが生んだ奇跡とは。劇場版ダーウィンが来た。この映画、映画なん。